お疲れ様、キリト。いきなりどうした、ユージは。どうしたって、寝るんだよ、もちろん。いや、そりゃまあ、そうだろうけど。なんでいきなり俺の隣でって聞いてるんだよ。何言ってるんだ、キリト。そんなの普通。あれ？普通じゃないか。そりゃそうだろ。いきなり来たら誰だってびっくりするよ。それとも、女の子の誰かと間違えたのか？何言い出すんだよ、いきなり。冗談だよ、冗談。そんなに焦ることないじゃないか。とにかく、ごめん、キリト。すぐ行くから。俺は別にいいけど、こうしてユージオと話をするの、楽しいからな。そうかい？だったらよかった。僕も、キリトと話をするのは楽しいんだ。今日も、なんとなく寝る前にここに来ちゃって。なんだかそれが、当たり前のことだったような気がしたんだ。当たり前か。変だよね。キリトと一緒に寝るなんて、今までしたことはないはずなのに。まあ、前の世界でも合ってるからな。それで、他のやつより馴染んでたんじゃないか。うん、そうだね。きっとそうだ。それで、ここの世界には慣れたか？前とは随分違うと思うけど。いや、あんまり慣れてないよ。銃って言うんだっけ？すごく強い武器みたいだけど、今まで見たこともない形だったからさ。確かにそうだよな。普通に生活していたら手にすることはない武器だから。うん。それに、なんていうのかな、世界自体があんまり馴染んでいないというか、そんな気がするんだ。この辺りは崩れた建物や砂漠が多いし、安らげる場所が少ないよ。キリトのそばだとなんか落ち着くけど。そうか。だったらこれからできるだけ一緒に戦おうぜ。俺の周りには優秀なガンナーがたくさんいるから、銃もすぐに上手くなるよ。うん、そうしてもらえれば嬉しいよ。さて、もう寝ようぜ。明日も早いからな。ああ、おやすみ、キリト。ねえ。やあ、キリト。今日もいいかな。ああ、もちろん。この前も言ったけど、こうしてキリトと話をしているとなんだか落ち着くんだ。今の自分ややるべきこと、そういうのがちゃんと見えてくる気がする。なんだか照れるな、そんなこと言われると。別に俺は何もしてないぜ。気のせいかもしれないけどね。キリトのお気楽さに流されているだけかもしれないし。
おい、ユージよ。冗談だよ。それでさ、キリト、ちょっと相談したいことがあるんだよ。何か心配事か？いや、そうじゃないんだ。実は銃の撃ち方を教えてほしくて。前に比べるとユージオも随分上達したと思うけどな。全然まだまだだと思う。現に今日だって随分外しちゃったし。そうか、ユージは努力家なんだな。だとしたら俺じゃなくて別の人に教わった方がいい。別の人？ああ、俺の銃の腕前は人に教えられるレベルじゃないからな。それでその人って誰なんだい？シノンさ。ユージも何度か会ったことがあるだろう。ああ、水色の髪をした女の子だよね。確かにあの子の技術はすごかった。シノンのスキルは俺たちの中でも群を抜いて高い。この世界の中でもトップクラスだと思う。そんなにすごい人なのか。でも彼女は承諾してくれるかな。大丈夫。シノンはちょっととっつきにくいかもしれないけど、優しくて面倒見のいいやつなんだ。変なことさえしなければな。そうか、よかった。で、変なことって例えば何？え、聞こえてたのか。いや、それはまあいいじゃないか。よくないよキリト、教えてもらうんだから失礼がないようにしないと。友情なら大丈夫。ほら、もう寝ようぜ。おいキリト、まったくしょうがないやつだな。おやすみキリト。よーし。ユージオ、お前ってすごいんだな。なんだよ急に。いや、昼間ユージオの戦いぶりを見せてもらったんだよ。こんな短期間で銃のスキルがものすごく上がってるじゃないか。そんなみんなに比べればまだまだ未熟だと思うよ。いやいや、シノンからも聞いたよ。飲み込みは早いし集中力はあるし、どんどん成長してるって。俺もユージオの集中力はすごいと思う。同じ行動を繰り返す反復練習の時は特に。それにできるようになろう、成し遂げようとする意志の強さも。そんなこと言われると照れちゃうな。でもキリトにそう言ってもらえると嬉しいよ。何かコツがあるのか？集中力が持続する秘訣とか。そんな大したものはないよ。ただやらなきゃいけないと思ってるだけさ。この世界でもこんな僕と仲良くしてくれる仲間、友人がいて一緒に戦ってくれてるだろう。その人たちを守らなきゃいけない。だから強くならないといけないって、そう思ってるんだよ。
そうだな。仲間は大切だ。でもそこまで思える奴はなかなかいないよ。それとこうして夜にキリトと話をしていると頭がすっきりするんだ。自分のやるべきこと、やらなきゃいけないことが見えてくる。だから僕が上達しているとしたら、それはキリトのおかげでもあるんだよ。そうか、役に立ってるならよかったよ。あれ、キリト、なんだか顔が赤くなってないか？気のせいだろ。そうか、ならいいんだけど。キリト、これからもたまにこうして夜に話をしに来ていいかな？ああ、もちろん。俺も友情と話していると楽しいからな。ありがとう、キリト。かけらが残る。